普通じゃ無理とかね、それ無理でしょって言われるようなところに可能性はあるってね。テトリアフランチャイズ0時加盟説明会のお知らせということで、はい、いろいろあって、ちょっと急遽変な場所で撮ってますけども、ここは本部の学校の会場ですね。そうですね、流れましたね、フランチャイズ版タイガーファンディング。はい、ようやく。いかがでしたでしょうか。撮影自体はめちゃくちゃ緊張して、はい、まあ、今もこうやって話すのに慣れてないんですけど、まあ全国の皆さんに、弊社のフランチャイズがこう告知できればいいなと思って、撮影に挑ませていただきました。はい、随分放送お待たせしました。すいませんでした。そうですね、誰かのせい。はい、けど出演者にもね、その性の人もいるね。まあそうですね、なんで僕の責任も半分でちょっと良かったみたいなところですね。はい、ということで放送がずれてですね、日程がずれたんでですね、急遽、今日フランチャイズ本部の学校があって、そこで、撮影会場で急遽撮ってるということですね。加盟説明会、5月14日東京駅周辺で、したいと思います。どんな人に来てほしいですか。そうですね、これから独立したいなとか、まあ、もちろん福祉今就労継続支援とかやられていて、まあ、運営ちょっとうまくいかないなっていう方にぜひ来ていただきたいなと思っております。なるほど。竹村さん的にはどうですか。同じ看板を使って全国展開をするという、うん、まあ、結構画期的な試みだと思ってるんで。でもまあ寺林さんの自身もねすごかったから、放送ではね。そうですね、今日もねフランチャイズ本部の学校で竹村さんがまたね、今日もいいこと言ってましたけど、やっぱ普通じゃ無理とかね、それ無理でしょって言われるようなところに可能性があるっていうのね。まあ福祉でフランチャイズで統一ブランドって、みたいな、しかもシステムでそんなうまくいくの、みたいなところはね、言われるところを佐藤さんが乗り越えていくわけですね。そうですね、はい。福祉のフランチャイズ自体はたくさんあるんですが、まあ、その中でも弊社では独自のシステムを作ったり、あとまあお仕事もしっかり用意しますよっていうところが最大の特徴になってきますので、まあ、そこを前面に押し出していきたいなと思ってます。お仕事も保証しちゃうんでしょ、はい、だって僕だったらそれは保証はしないですからねっていうふうに事前に言って、加盟の時になんか保証するもんじゃないですかねって言いたくなっちゃうもん、自分だったら。そこはキャラが違うんですよ。けど佐藤さんとか寺林さんのチームは保証するということでいいんですか。そうですね、はい。それ言わない方がいいと思いますよってで僕は思うんですけどね。いやいや、まあね、これは本部社長の方針ですから、うん、基本やっぱり大風呂敷を広げて詰めていくのがフランチャイズなんでね。お仕事がちゃんと来たらそりゃ助かりますよね、みんなね。そうですね、就労継続支援の最大の悩みっていうのはその外部の仕事を取ってくるっていうところだと思いまして、うん、でフランチャイズで A 型事業所とかを展開されてる会社さんいっぱいあるんですけど、おそらくノウハウを教えるだけであったり、まあ、なかなかちょっと難しいビジネスモデルだったりっていうところが多いかと思いますので、まあ、弊社はそこをカバーしていきたいなと思っております。すごい。というわけで、5月14日、加盟説明会しますんで、希望の方はぜひこちらの応募フォームからお願いします。東京駅周辺ですね。はい、はい。